皆さんこんにちは、泣き虫見習いシンガーの加藤由衣こと加藤由衣です。今回は2月25日に開催させていただくソロライブまでの準備期間を動画にしていきたいと思っております。皆様よろしくお願いします。普段はカラオケで練習、ライブの練習をすることが多いですかね。私は一人カラオケでパーティールームに通されることが異様に多いのでとても助かっています。ランダムチェキをね、普段からこれはこいつで撮っているので、こいつをね、撮ろうと思います。マイクで1枚撮るか。今回ね、物販でカトユイおみくじっていうのを売るんですよ。私は適当に引くね。ほい。激レアの台形を引いてたからちょっともう一回引き直そう。ほい。はい、こうやってね、今日なくし物が増えちゃうかも。かというと仲間だね。よくない、かわいそう、みんな台形も入れる。台形入れよう。台形当たりね。次のソロライブでは初めて披露するカバー曲が2つと、久々に歌う曲が一つあるから頑張んなきゃって感じ。恋してる瞬間きっとあなたを感じてる。今週も来週も再来週もずっと、イエーイ。出る？おーイエーイ。最近は週に2回3回ぐらい TikTok ライブを頑張っております。告知って難しいんだよね。なんかいろいろ考えすぎちゃってうまくできなかったりなんですけど、またネガティブなこと言ってるね私ね。ソロライブ楽しいよっていうのをうまく伝えられたらいいなって思うよ。衣装は自分で用意するスタイルでして、これは買いに行った時の様子でございます。あ、いいじゃない、このままで、ね、イエーイ、楽しみ。今トウミさん の, あのイベントにお邪魔しててチラシを配らせていただいてます。そう、緊張しています。頑張ります。一人でも覚えてくれたらいいなと思います。コミュ障が頑張ってる。2月25日日曜日に、神田でソロライブをさせていただくので、ここにいる方は全員チケットを予約していただいて遊びに来てください。楽しい日にしますのでよろしくお願いします。今を生き抜くんだ。